でそれがです、ね、じゃあ実際、どのようにその後生かされたかというとまずはこれは避難所ですけどもこ,のこれは4月,4月, 1, 日です、ね、4月1日にです、ね、3社内閣府と消防庁と厚生労働省3社からです、ね、避難所における新型コロナウイルス感染症への対応ということで、まあ、事務連絡が出されております。 でそのあ4月7日にはです、ね、もうちょっと具体的にです、ね、同じ3社からです、ね、この避難所における新型コロナウイルス感染症へのさらなる対応ということでもうちょっと具体的に示したものが出されれていいるととうこにになりますそれの中にはです、ね、この9項目が書かれているということになります。う まあ親戚や友人の家族等への避難の検討、まあ、これはですからまあ友人とか親戚ですねえん、ー、こ避難という名前もつ,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 つけてますけどもそういう遠ん避難そしてまあ自宅療養者という方がですね、まあ、自宅あの普通軽症患者さんはですねあのおホテルにいるわけですけどもお自宅にいる人もいますのでその人たちがまあ避難してきた時にどうすべきかというようなことそしてえー 可能な限り多くのの避難所の開設やはりこれはあの3密を防ぐためにはです、ね、数多くしなければいけないということそしてしっかりと健康,健康管理をしてくださいということこうそして手洗い咳エチケートこれはもう当然ですねあとこの衛生環境の確保これも,これもまあ当然ということですけども、まあ、十分な換気あとスペースのことそして、えー、この発熱等,等がある人たちは あるいは濃厚接触者という人たちは専用スペースを作ってくださいというところですねというようなところそしてもしも発症者が出た場合にはどういうような対応をするのかというようなことをしっかりと、まあ、あの対応のこの避難所運営の中に入れてくださいということになったとっいうことになりますで重、ね、あの合わせてですねこの防災基本計画もですねこの5月にですねこの 修正をされていますそれは第一編の総則の第三章「防災をめぐる社会構造の変化と対応という」というところで令和2年における新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ避難所における避難者の過密抑制など感染症対策の観点を取り入れた防災対策を推進する必要があるということでこういうふうに、まあ、防災基本計画の中でも明記されたということになります。 でその後です、ねまあ今度は6月8日です、ね、にはです、ね、この先ほどの文書が出ていたこの3社内閣府、消防庁、厚労省からです、ねまあ、新型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難所の開設の運営の仕方のガイドラインそしてもしも訓練をやるんであればです、ね、こういうふうに訓練してくださいよというのが、まあ、ガイドラインが出されたということになります。でこれを受けてです、ねまあ、日本会の方ではです、ね え6月17日にですね、まあ、こういうふうな避難所マニュアルをまあ日本医師会として出してますし、まあ、その中ではですね、えー、こういうふうに日本医師会の中では、まあ、先ほど私が9項目読み上げた中とほぼ大体一致してますけども、まあ、こういうような目的の中で書かれているということになります。で、えー、これはですね、まあ、これは日本医師会のものですけどもこれもほぼ。 あのこの3社から出している内閣府から出しているものとほぼ同じですけども、まあ、まずはまあ受付のところでまあトリアージをしてくださいで一般の人要配慮者発熱者濃厚接触者を分けてくださいですから一般の人は普通のです、ね、通常スペースのまあ避難所に入ればいいわけですけども発熱者あるいは濃厚接触者の人たちは動線を別にして そしてちゃんとセパレートしてそして専用の,このトイレも用意してくださいということになります。というような体制ということになります。でこの PCR の要請は軽症であっても基本別の建物というところがこれは大きな今までと違うところですね。今までは 例えば、ノロウイルスとかです、ね、EUFM の人が避難所でも出てもです、ねえー、避難所内に隔離しとけばいいという話でしたけれども、今回のこのコロナに関しては、その避難所にはできるだけまあ置かないでください、ねえー、別の基本、別の建物に入れてくださいということに,になっているということになります。 で、えー、その一番最初のところでですね、まあ、あのこのトリアージをするわけですけれども、まあ、検温と、まあ、問診所ということが書かれてますけれどもやはりですねここが一番スタックっていうか過密状態になってしまうわけですよねですからあこ,のこの事前受付の数を増やすとかですねあるいはこの距離を置くとかですねいろんな工夫が必要ですしまた事前受付の人はですね さまざまな人と対面しなければいけないのでそこはしっかりとした PPU を身につけてくださいということになっています一般の受付までいけばです、ね、あの仕切り板の透明なビニールとマスクぐらいでいいということになりますけれども一番前線に立っていくこの事前受付のところに関してはしっかりと PPU を身につけてくださいということになります。 でこれもまあ中のスペースですけどもー、まあ、1家族ー3メートル使用で仕様、ね、平方それ1メートルずつ上げてくださいそしてパーテーションをつけてください段ボールベッドを用意してくださいとかですね。あるいはこの先ほど言った、まあ、発熱者濃厚接触人に関しては基本的には個室、ね、で個室が無理であればしっかりとパーテーションをしてくださいというようなガイドラインになっているということになります。 で東京都でもです、ね、この今の内閣府のガイドラインを受けてこういうようなものができてますしこの東京都のものに関してはです、ね、特徴はです、ね、事前の用意とそして発災してからの開設運営というところを分けて書かれているということですけども,もうこれはです、ね、あの避難所というのは、まあ、こういういコロナ対応しなきゃいけないんですけども中心は まああの区民ですですから区民が責任を持ってまあこういうような体制を行政の人と一緒にまあ作っておかなきゃいけないということで決してあの行政任せにはしない自分たちが主役だというところが重要ということになります。